こんばんは。2023年1月2日、佐藤修一ライブでございます。ですね、広島県知事の湯崎英子さん、そしてね、平川教育長、このお二人のね、問題というのは今日はね、お話ししたいというふうに思います。平川教育長、ね、官製談合防止法違反で、告発をされました。そして、また、新たなね、疑惑も出てきていると。京都のね、NPO をね、親しい方とのね、問題であり、告発をすでにされてますね。それから大阪のね、やはり親しいね、やっぱりその、会社の社長をね、家に埋めて、そしてまたね、社長とはね、4000万円の契約をね、兼がしてたと、兼業用してたという問題が、本当に出てきてね。まあ本当他にもね、不適切なものがあるんじゃないかっていう状況もあります。まあもうね、はっきり言ってね、平川教育長、ね、湯崎に乗ってね、罷免をね、されるべきという時に、来てると思いますしね。逆に罷免というか、ね、首にしないということはね、何かね、あるんじゃないかって勘ぐらざるを得ないというね、状況ですよね、うん。どうしたんやって話ですよね。知事がね、何もしないんであればね、教育委員会とね、県警本部、広島県警本部、同じビルにありますからね、まあ、広島県警が教育長をね、逮捕して、ちゃんとね、証拠隠滅されないようにするっていうのもね、これ大事な、そういうのも必要な、局面になってきてるというふうにね、思いますけどもね。ただね、今のね、湯崎知事やね、あるいは平川教育長ね、結構ね、期待してしまった人も多いしね。まあ、私自身もね、湯崎さんが、2009年に、ね、当選された時はね、投票しましたよ。それはなぜかっていうと、やっぱりね、従来のね、広島の政治の、やね、行政、やっぱりね、全国と比べてもね、時代遅れだったんですよ。ね。それをやっぱりアップデートしてくれるのかなとね。特に IT 企業出身だからね、湯崎さんね。それはやっぱりちょっと期待しちゃいましたよね。私自身やっぱりね、現役の県庁職員だったっけね。まあ、それからね、2011年に県庁を辞めてね、河合案里さんに挑んだ、ね、県議選で挑んだ経験ね。そして一方で、ね、全国のね、本当に他のね、議員のね、選挙の応援に駆けつけてきた経験から、もうこれはね、自信を持って言えます。まあ、広島のね、政治行政っていうのはやっぱり遅れてるなというのはね、思ってますね。今でもやっぱりね、例えば政策論議はね、ほとんど不在って言っていいね、広島の選挙のあり方っていうのもね、今でも健在です。ね。そしてこういうね、古臭さの責任についてはやっぱり、前知事ね、藤田雄山さんとかね、まあそれを支えたオール与党の県議、あるいはまあ、労働組合も含めてです。あるいはね、広島のマスコミ、非常に重いものがあると思います。まあこれね、やっぱりその、広島がかつてはね、災害が少なかった。今そんなことないですよ。ね。それからね、工業がそれなりに盛んでね、1975年、まあ私が生まれた年で、カープ初優勝の年ですよ。まあね、一人当たりの県民所得ですよね。3位になったほどね、栄えていた。そういう時代の成功体験がね、あるんでしょうね、やっぱりね。だから変える必要はね、あまり感じなかったっていうことはね、一定年齢以上の方にはね、多いっていうのもね、やっぱり話題してんだと思います。しかしね、だからといってね、じゃあ、だから広島が古臭いからといって、じゃあ、遅れてるからといってね、じゃあアメリカンなものを急に移植すればうまくいくんですかね。ね。金に竹を継ぐようなことになっちゃうんじゃないですか。だから古臭い広島に、ね、じゃあアメリカンなものを急に移植してうまくいくか。この問題です。やっぱり湯崎氏ね、やる平川教育長はやってることはね、まさにそれですよ。まあね、従来の日本の教育、先進国でも古臭いのは確かですよね。ブラック校則とかね。あるいはね、広島がね、やっぱ古臭いのは典型だったのも事実ですよ。まあ、広島の場合特にね、前知事時代にね、中央官僚統制の教育に転じたわけです。それまでね、割とね、日教組というか、ね、教職員組合が強かったのがね、逆にそれをね、是正指導ということでね、中央官僚統制の教育に、まあ、98年ぐらいからしだして。で、逆に、ね、それに伴って古臭さもね、もちろんね、これひどくなっていった。部分もあります。まあ、こうしてことを背景に、やっぱりね、アップデート。これは、ね、確かに必要なんです。ただ、その、ね、アップデートの中身がね、じゃあ、縁もゆかりもないね、平川教育長に、じゃあ、一本釣りしてくることだったのか。あるいはね、グローバルエリート校69億円もかけてね、じゃあ、大崎上島に作ることだったんでしょうか。あるいはね、今年の高校入試から、自己表現だなというね、アメリカンな方法を取り入れたね、入試に変えることだったのか。
これでやっぱり甚だ疑問ですね。まあ、平川教育長のね、不祥事。これはもうこれ重大ですよ。このまま放置しとったらね。じゃあ、ね、県庁や学校現場全体が腐っちゃいますからね。まあ、それはそれとして対応しつつね。しかし、やっぱり湯崎知事、それが平川教育長の、木に竹を継ぐようなね、改革っていうのは広島を壊してしまうし、まあ、当人らがね、県庁を去ったこれ大変なことになるんじゃねえのかなと思います。まあ、大体そのね、大人がの世界自体がね、広島古臭いね、さっきの選挙もそうですね。だその古臭さをね、是正しない、大人がね、是正しないままもね、アメリカンな教育をね、じゃあ子供に受けさせてもね、じゃあ子供さんたちが成長した後に気の毒ですよ。というかね、古臭い広島に呆れて出てってしまうと、ね、人口を流出していくということだから。やっぱりね、大人の世界がアップデートしていくってことが大事なんだけど、じゃあ、その皮肉なことに、平川教育長自身がね、じゃあ仲間と癒着って、まさに古臭さ全開ですよ。ね。だからもちろんね、既存のプロやね、官僚なり議員なりね、教師なりが古臭いのは事実、見えたのは事実だけどね、平川教育長自身がね、もう公務員倫理っていうものがね、全くない状態でめちゃくちゃやってね、まあ、プロ以上に引っ越してしまった。一方でね、じゃあ非正規の先生がね、1000人以上公立学校におられるのは、それは放置と。もうこの面ではまさに心中主義ですよ。まあもちろんね、議員やマスコミといったね、既存のプロの側もね、知事や教育長のやりたい放題容認してきたしね。またね、国が、ただね、それね、国が進めてきた心中主義をね、まあ素直に、進めてきたわけですよね。既存のプロの人たちも。で、それは従来の延長線と、そういう意味では本当に従来の延長と言えると思いますよね。その時の国なりね、力があるもので追従するのが広島のね、じゃあ議員とかマスコミというね、プロだということなんでしょうね。まあ、前知事が進めたね、心中主義でね、広島が弱ってね、県民が自信を喪失かけ、仕掛けているところね、湯崎平川コンビ、これ付け込んだということも言えると思います。まあ、私自身もね、湯崎さん投票しちゃったから大きいこと言えないけどね。まあ、マスコミも問題ですよね。まあ、川柳さんの事件なんかよく追及したんだけど、それは彼女がやっぱり自民党のね、県議の中でも反主流派だったってこともあると思います。知事がね、湯崎さんにやることには非常に甘いと。で、そういう延長線上に、県政が腐っていうことがあると思うしね。まあ、左寄りの人たち、まあ、私も含めてですけどね、まあ、湯崎知事のね、平和記念式典を評価する勢い余ってね、政治のチェックをね、怠ったっていう面もあると思います。まあね、既存のプロの、ね、怠慢とね、そして一見新しいものに見えた湯崎平川コンビの腐敗が表面試合ね、もう広島県の今の政治行政ね、もう腐りきってます。これはね、やっぱりね、変えていく、リニューアルしていく。だからガツンと物を言うね、寄付、そして、政策議論を、ね、する器具を育てる。まあ、それはね、やっぱり政治行政立て直しの鍵だと思います。私、佐藤修一、広島の政治行政のね、リニューアルの先頭に、ね、立ってまいります。ぜひね、また応援をよろしくお願い申し上げましてね、またお前しつこいなと、ね、まだ漢方はよこせって話だと、まあその通りでございますがね、伏してよろしくお願い申し上げまして、本日の放送を終わらせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。